カントリーライフ、プレス駅とは、ニューヨーク州、ガーデンシティ村にある、ロングアイランド鉄道の5つの駅のうちの1つである。この駅は、ヘンプステッド支線が使用し、ガーデンシティのダムソンストリートと、セントジェームスストリートサウスの交差点にある。この駅は、当初1911年にダブルゲイマクルーが、出版社の設備に便宜を図るためだけに開業し、そのためそれが駅名となった。 カントリーライフ、プレス駅は、ウェストヘンプステッド支線及び、オイスターベイ支線につながるいくつかのかつての鉄道用地を有する。それは、ナッソーコロシアム付近で終了する、ロングアイランド鉄道のセントラル支線の移行も含む。この駅は有効10両の短式ホームを、単線の東側に一面有する。アベレージウィークデー、2 0 0 6 l w h a r オリジンデスティネーションスタディ ハットヘンプステッドブランチステーションズハットミニーラツーウエストヘンプステッドブランチありがとうございます